ザ。こんにちは、ゆたかさん。はい。壊れかけのレディオという曲は知ってますか？知ってる。あれ名曲だよな。カラオケとかで歌ったことはありますか？それは声が出ないのよ。高いから。高い高い。ああ、壊れかけのレディオね。ラジオでしょ結局は。そうです、レディオっていう。レディオと言いながら壊れかけの、まあ、ラジオなんですけど、 あれ昔さ、うん、俺の面白いやつロディオって言ってたやつや。ロディオ、それは壊れかけのロディオ。それ嫌ですね。腰ガクガクだよみたいな。あのクリニックに行かなきゃいけないんですけど、そうそうそう、今野球界で、はい、壊れかけではなく壊れた信号機というワードが、まあ昔からあるよね。 あるんですね。いや昔からある、ある、はい、壊れた信号機って。いや、もう澤田コーチャーが、はい、持つ代名詞だよね、はい、辛いとこではありますけれども。いや、まあ、失敗したら壊れた信号機とかね、はい、今、まあ、いろいろ言われるけども、はい、誰、元木さんですね、ジャイアンツの元木コーチ。元木、ね、俺は全然元木は壊れてないと思うよ、はい、ちょっとちなみに、うん、一体どんな壊れ方かというのを若干時系列で言いますと、うん、まあ、この10日間の間にちょっと7度信号機が壊れたというふうに言われてまして、5月3日大城選手2回、勝木選手1回、5月3日の1試合だからな、これ、はい、1試合で3回やってしまった。びっくりした、俺史上初じゃないかなと思うぐらい。いやいや本当だよ、多分そうですよ、ね、俺もびっくりしたの。あ、見ててやっぱりご覧になってて、びっくりと。あの中村っていう子がね、はい、あの広島の刺したんだけどさ、はい、いい方してたよ。やっぱいい方だったね。いい方で、で5月7日、うん、大城選手1回、うん、そして5月10日中田選手1回、5月11日ウォーカー選手1回、5月12日これ増田大輝選手1回というふうに、合計今10日間で計7度壊れてるというふうに言われてしまってるんですが、これは俺ね、サードコーチはやったことあるけどね、はい、俺決して元木は壊れてないと思うよ。サードコーチャーって、はい、チーム事情だとか、うん、次のネクストのバッターだとかそういうのを見たりだとか、調子が悪かった人間が後ろ打ってるとか、はい、いろんなことを頭に入れながらサードコーチャーに立ってるんだよね、はい、大城が多いでしょ。多いですね。大城足は遅いっていうのもあるよ、はい、もちろん、うん、だけど大城の打順ってさ、大体7番とか、うん、だから今度8番9番になってくると、はい、やっぱ期待が持てないんだよね、うん、だからここで点取っとかないとっていうのがあるんだよ。あ、だから頼む大城って。でも大城が足遅いから、はい、外野手が余裕持って投げちゃってる。余裕持って余裕持たれちゃってる。結構余裕持ってのアウトだったりとかもあるよね。いやだけど元木も分かってるよ、うん、もうクロスプレーになるか、これワンチャンアウトやなっていうのは分かってるよ、はい、分かってて回してると思うんだよ、うん、それなんでかっていうと、ちょっとでもボールがそれてくれとか、そういう願いがこもってんだよ、はい、でも足が遅いから余裕持たれちゃった。そうすると余裕持って綺麗な送球。いやでもね、返球来て刺されてる送球見てると、やっぱしっかりしたボールが来てるよ。さすがプロやなと思うもん。そうですね。いや俺もサードコーチャーやってるからさ、元木の気持ちすごくわかるんだよ、うん、俺がやったことは、はい、このバッターが打って、ま、ギリギリの時にどうしようって、やっぱサードコーチャーって迷うんだよ、はい、さベンチに確認したことがある、うん、次のバッター変えるかって代打で、あ、例えば次はピッチャーだとしたら、はい、ピッチャー変えるのかって、うん、代打かって、ああそれによってそうですね、回す回さないで、そう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 、いやだから俺は確認を取ろうとした時があった、はい、実際取れた時もあった、うん、代打出すよって言って止めた時は、うん、でも 0-0 でピッチャー変わらないよな、なかなか、うん、ね、早いか段階で、はい、広島の時は、はい、回しちゃう。回しちゃう、回したくなる。大城何回アウトになってんだっていう話だよ。3回、1試合で2回もありました、うん、まあまあでもこれはしょうがないよな。そう、 あとどこからの返球かとかもやっぱり三塁コーチって、あるある、レフトと、はい、レフトに飛んだ打球ってサードランナー、あのセカンドランナーがこう回ってくるのと、うん、ボールを外野手がキャッチするのがどっちが速いかとか分かるから、うん、同じ入ってきますもんね、うん、回しやすいんだよ、はい、センターもこう少し引いてみると分かるんだよ、うんうん、ライトが分からないんだよ、距離感が。ライト分からないんだよ。ライトが難しいんだよ。だからライトで刺されてるケースっていうのは結構あると思うよ。あ、レフトじゃないケース、うん、だから一流コーチャーにライトはどの位置にいるんだってこうやって聞く時があるんだよ、はい、
あ、コンタクト、まあ、コンタクトですね。ど、ま、ちょっと前にいるかとか、うんうん、それとも後ろかって、定位置かみたいな、はい、ぼーっとしてるんです、一塁コーチャーサードコーチャーやってない、やったことのないやつほど、はい、ぼーっとしてるんだよ。こっち見てくれこっちはね、もうね、サードコーチャーってレギュラーの一人だよ。あ、そのぐらい責任あるし、そのぐらいプレッシャーがかかる。そうですよね、うん、だから俺は見ていて、たまたま7回というここのとこつい最近でね、はい、いや止めるのは簡単だよ、うんうんうん、あ、そうですよね、うん、でも回す勇気を7回回して失敗してるっていう勇気に俺拍手だよ、うん、まあ、確かにそうですよ、いやだって止めてもいいんですもん、うん、だって打順を考えてんだよ元木は、はい、打順と状態とそういうものを考えて回してるんだよ、うん、だから俺は逆に原監督は元木に対して攻めてないと思うよ。あ、もうそれはしょうがないって、うん、で元木はそのぐらいのセンスがあるもん。ね、豊さんおっしゃってましたもん、うん、ずっと。で、相手が回すっていうのは、うん、多分アウトになるって分かってるんだよ、うん、ちゃんと来たら、はい、でもちょっとでもそれたらセーフになるっていうタイミングしか回してないと思う、うん、この前中田翔が回ってアウトになった時にもうカーってなってたけどねいやもうねもうちょっと半歩でもいい、うん、ちょっとでもいいから、はい、スタートさえ良ければ、うん、セーフになるっていうような、はい、そういうタイミングなんだよね。そうですよね、うん、だから俺は元木は壊れた信号機でそれはアウトになって結果を取れ、結果だけ取ればさ、はい、それはそういうふうな形容詞がついてもしょうがないかもわかんないけど、うん、俺は元木の気持ちがわかるだけに全然壊れてないと思う、はい、あ、じゃもうそこはじゃあ三塁コーチャーとしてなすべ、まあね、やる役割を果たしてるっていうことを、そうだ ね、 ね、ただ、はい、運がないみんなきっちり来てるし、ね、みんな回してるランナーが遅い、うん、足がね、足がそうですね。ただね、増田大輝選手はまあ早くてね、うん、ダイソーとか出ますけど、まあ、ウォーカー選手、まあ、中田選手、大城選手、勝木選手って見るとそうですよね、うん、だから、うん、セーフにしたかったら、うん、もう並走しちゃえって、元木さんも回してる時に、はい、通り過ぎに過ぎに大声出してやれって、クラマーって、うん、いけとか、はい、そしたらね、ちょっとでもいいから、はい、ふっとスピードが上がる時ある。あ、そうなんですか。うん、それかもうムチ持っとく。マジで。いやいや本当だよ。バチ。いやいや、もうケツもパチンって叩くか、ほそポーンっていくよ。行くだろ。いや、そのぐらいのタイミングだからアウトになってんの。なるほど、うん、だからこうやって回しながら、うん、並走しながらいっきゃーって言ってやるか、うん、ああ、もう際どい時はそれですよね、カーって、うん、そうですよね。いやいや本当、ただね、はい、コリジョンだから、うんうん、隠されてないわけだから、ああ、そうです ね、 ね、そのスライディングだとか逃げ方もあると思うんだよね、はい、だからそこら辺もまあその、うん、足が遅くてもそのスライディングのね工夫だとか、はい、できるはずだから、はい、まあ、そういうことをやってもらいながら、ね、うん、やんないと、これはもう本当に回したらアウトになるよみたいな。そうですね、うん、これ逆に選手がそのこう、まあ、こうテーマしてるのを、いや俺無理だと思うけどなと思っても、やっぱり指示あれば行かなきゃいけないってことですか。当たり前だよ、無理じゃ、無理じゃねえよ、無理じゃねえから回してんだみたいな。じゃあ例えばそれでアウトになった時に、うん、ほらやっぱアウトじゃんみたいなことにはならないですか、選手って。現役の時言うだけ。いや、あるよこれは無理だろって回してるよって言っけみたいな、はい、だからアウトになる、うん、やっぱりなみたいなそういう場合もあるんですね、まあ、たださ、はい、まあこれあの自慢じゃないけど、はい、俺が走ってアウトになったら、まあもうしょうがないなってなるじゃない。そうですね、足早かったもん。でしょ、はい、でも例えば大城田さんがアウトになった時にもうちょっとなんとかならんかって欲望が出るじゃない。出ますね、よく出るよね、はい、だからまあリード幅だとか、うん、ちょっとしたスタートを一歩、うんうん、ね、もう俊敏に切るとか、はい、ベースを小さく回れるとか。小さく回るの大事ですもんね、うん、とか、うん、まあそういう工夫でアウトがセーフになるという。だから元木が回してるのは分かるよ、うん、元木はセンスがあるから、はい、やっぱ自分はセーフになると思って回してると思うし、
いやこのタイミング危ないけどもなんとかなるやろみたいな、うん、スライディングでカバーしてくれみたいな、うん、っていうこともあるでしょ、はい、だからまあ運が悪いな、ね、ここ重なるっていうのがそう、それもねチームの状態が悪い、うん、で、まあ、怪我人が出て打つ人が抜けていく、うん、そしたら取れる時に取っときたいっていうのがあるんだよサードコーチャーって。そうですよね。だからチームを思えば思うほど今失敗が重なってるというね。確かに。でこうなってくると今度回すのが怖くなって、あちょっと止めといた方がいいかなって今度止めるのが今度多くなっちゃうのも心配ですよね。本木さん大丈夫かなって。本木はそんな球じゃないえ全然全然そんなんでひるむやつじゃないよどんどん回もう余計に回してやるみたいないいかもう半歩でもいいからリードを多く取れってもう 0. 点何個までもいいから早いスタートを切れって、うん、そういうタイプだよそうですねきっとね。絶対いやそうじゃないとサードコーチは務まんないよもう。そうですね精神的にもうこんななんてええ回してるみたいないや何度もしてましたっていやちょっと回してたかなみたいなそんなになっちゃうからいや本当にそうですね気も座ってないと、うん、もうこんなになっちゃうカーって回すのにさそんな人いましたいやいたよ。いやいたっていうかえなんで行かないのとか言われたことある。いや回してましたみたいなひどい、ね、回してませんよねっていや回してたつもりなんだけどみたいなもうこんな感じだよねだからいやいや本当に自信がない人はさあそうなんですね、うん、で選手におい回してたっていや回してないでしょっていや回してるって言うんだよねっていやいやこれじゃ分からんだろうってそうですよねとかでもね、はい、声は有効だから。ああそうですね。紅茶ボックスもバーンと出て、うん、ね並走になった時に大声出してやると、うん、加速するから絶対に、うんうん、ね、頑張れ、ま、本木さんが早くねもう壊れた瞬間じゃもともとないんですけれども青信号が早く点滅する姿を我々は見たいですね。あと中田の時は引っ張ってたけどね引っ張って多分声も出してたと思うんだけどもう腰に手当てたら仰向けになってたそうあれは痛いですね、まあ、ね気持ち的にね。まあでも元木は壊れてないから。そうですね、もう俺が言い切ってはい、はい、壊れてません。元木を壊れた信号機っていうやつがいたら、うん、俺が必ず説明してやる。わかりました、はい、はい。